全然違くない、うん、これとこれ見てなんか昔のテレビかな iPhone 初期みたいな、うん、ウケる iPhone 初期すぎる。スマホの方が充電ないからな。しとったらいいじゃん、刺してきて。オッケー、こんばんは。あんま大きすぎたらね、鏡ある。行ってくる。あそこよ、あれ、あっち、あの根元だけさ、根元じゃない、コードだけさ、刺せる、それ2本刺さるやつ。じゃあ、コードだけ刺させていただきます。はい、怖っ、なんか倒れそう。まあ、いっか。オーケー。さあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、タレルーン。待って待って、なんかさすんごいさ、サクちゃんみたいなもん、これ打ちにくい。はい、よいしょっとー、太れた。パタコパタコ、間違った。タコは、タコパ、タコパタコって、タコパタコ、タコ。あざー、これさ、こっちにした方がいいんかな、カメラ。うん、こっちにするか。確かに、なんか違和感あるね。さ、こっちにコメント、あれ、コメント見えんくなった。コメントが消えた。こいつ悪い。これは顔で、あ、でもまあまあまあ、色ない2画面。いや、でもやっぱこっちがいいよ。これでいっか、うん、こっちはあんま顔しか見えません、こっちは若干見える、うん、やっとるとこも、まあいいや、やろう。では的なね、これなんか重すぎやろこれ。はい、なんやっけ、今からたこ焼きパーティーの準備を始めます。何するんやっけ。まず、ただし切る、ちょっと待って、さあ、つけたいんだ。ちょっと気に、気に、これ全然映ってない。何も映っとらん。画角最悪。あいつのやつが出てきて、これでいい。こんばんは、これでいいか、うん、こちらは顔しか見えません。なんか一旦これね、洗いたいんよ、さ。確かに。いるものを思い出した。わからんけど、ペーパーペーパーキッチン。あ、でも洗えてみて。いや、まあ、いるのだけ洗えばいいか。うん、包丁しかいらんやろ、別に。うん、包丁だけ洗うわ。こんばんは、こんばんは。これさ、かわいい。それがちっこ。いけ、いけやで。そうなん、うん、いけや。広島にはない、マジない。IKEA 欲しい。これだけあれば、これだけあったらいいよね。うん、となんかあれは、これのボールみたいな。あ、ボールはある、使ってないけ。昨日使ったんや、これ。うんうんうん、さすが自炊女やからね。そうよ、自炊女だ。包丁を使ってるんだ。ありゃー、食材は調達してきました。Thank you。 でっかいまな板もあるけど、別にいらんよね。うん、そんな切らないね。キャベツと、うん、何切るの。楽して千切りキャベツ。キャベツとチーズ切る。あとタコも切る。あ、タコね、タコから切る。え、タコ最後、タコ最後、はい、すいません。タコと明太を最後に切れたい。OK。まず、できる？やってろか？ 300 ぐらい、うん、え、みじん切り習ったことあるんよ。みじん切りをね。え、これさ、分量、あれ、あのさ、あれ切れたやつや、めんどくさい。
こに刺す。いやでも、うん、もういい、充電なくていい、うん、充電なくていい、持ってきます、バイバーイ。くらなんで調べたんやっけ。え、これ、これ、あれ、これさ、QR ついとったかな。あ、これこれこれ、動画、まあいいや、これでいいや。闇カメ、天かす、青のり。え、これさ、一つ、うわ、出て出て、一つでさ、天才セット100。でもさ、100でさ、20個分みたいな書いてあったよ。タコの方で5個や、これ5個やんね。5個買ったけんやない、あっちタコのやつやけんやない。え、書いてあったよ、あっちに。え、同じ、だって同じ、あ、これこれじゃない、レシピタコ焼き、タコ、たこ焼きだ。たこ焼き。たこ焼き。あ、これじゃない？え、30？でもさ、さっきじわ。さっき見たよね。20個にやってね。さっき見たよね。だって、うん、生地のやつ。見たよ。おかしい。え、見たやつがない。え、これさ、一回さ、うん、一回こっちさ、履歴。もう一回どうやって切るの？こうやってこのまま、うん、ってやってあ、これ落とせ、これ死ぬ、どれ、あ、これこれこれ、左ピョン、来ました、天才です、うん、あ、死ぬ、うん、死な、死なで死な、目を起こして、あったよ、キャベツ 45g って書いてあるけどね。 45? うん、少なくない？20個なんで45らしい。待って、20個でいいよね、一旦、うん、足りんかったら確か、え、うん、キャベツかな、一番作り方何、一番最初にボウルにお好み焼き粉、卵、水、これ、これと、これと何、卵1個、卵1個、卵1個、卵、これ振動でさ、落ちたりしたら、はい、自分だから、あ、じゃあ押さえてくる、こうやって、何を何を圧力で落ちんよ、落ちんかった、水、水を、水は 300ml、見て、こっちの方見えてる、ちゃんとシリカ水だから見せよ、シリカ水、あ、見えわ、シリカ水、シリカ水、うん、200美意識だけ、これちゃんと本当に合ってるよね、うん、ミリリットルが合ってなかったら話にならない、そんなことある、間違えた、30やったとか言いそうや言わないよ、300、おーい、こう見せようとするけど、こぼさないでね、見えん、泡立て器、はい、混ぜて、混ぜてください、はい、それでは生地を作ります、任せてくれ、これさ、うん、お好みの具材をさ、書いてないよね、具材、え、これってさ、うん、これだけをバーってやって生地入れるの、うん、え、どういうことこれ、そうや、ちょっとたこ焼きの作り方あんま分かってない、生地をベーンってやって、こんな手にキャベツとか入れるわけじゃない、うん、それもんじゃや、えそれもんじゃや、たこ焼き食べるの、混ぜる気ある、いや、まだ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 待ってよ、これ、この入れて、そう、焦るな、みじん切り、みじん切り、
そのそれ何入った130。えすごい、だって半分ぐらいでいいってこと。うんうんうん、これこれやっぱフレットもね、ちっちゃくねえか。まあ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 いっか、あまあいっか、まあいけるっしょ。こういうのグラム数ちゃんと測る人？測らん。でしょうね。めっぺんじゃん。測らん？測る。ちゃんとコンソメスープの素300g、あ違う、水300に対してキューブ1個とかやったらちゃんと測る。ガチか。粉は確かに測る。粉？粉となんか水みたいな。何でもよ。頑張ったらさ、わわわわ、頑張ったらもっと低くなる。うん、あ無理か。料理番組みたいになる。じゃあいいよ、こっちよ、もっと。じゃじゃーん。こうやったら見えるわ。うん。おいしそう。美味しそう。舐める。舐める。舐めてもいいよ。いいんじゃない、こっちちょっと手持ち風にしたらいいんじゃない。うんうん、カメラマン、生地完成。どうチェック、なんかちょっとダマになってますね。違う、こういうのは、はい、こういうのはもっとそんなこうじゃなくて、これこれで混ぜる。これぐらい早く混ぜるの。粉が詰まってる。いや、行きたいよ、こんなんじゃん。あんまりやしない。すいませんでした。でーでー、ほら、なくなったよ。えほら、なくなったじゃん。天才やん。なくなってる、ね、じゃあ次、みじん切りします。はい、みじん切り。カメラみじん切りしまして、でももうさ、見て、はい、それでみじん切り、すぐみじん切りになる。確かにもう完璧やん。これは楽してる人たち。これを何グラムやったっけ。45。ちゃんと測ってみんなじゃん。画角ニュースさんの画角センスはですね、私があの鍛えてますので、鍛え、でもね、そうや、うまくなったもんね。うまくなった、写真成長した。そう、写真上手になりました。写真撮るのうまいけんね、愛さん、よろしく。池田が対抗してくる。そうそうそう、たまにしかね、おらんのに。そうそう、サーフィンを取れるの私の方が上手だった。本当に45でいいじゃん。うん、一旦45でいきましょう。でーん。キャリチ切ってます。見て、後頭部ほぼこっち。こっちやばい、こっち見てなかった、すいません。こちらは三好ありさの配信です。後頭部配信だ。コント配信じゃ45になるかな。あ、まあこんなもんだね。これで、うんうんうん、焼きで、うん、何切るっけ。あとあとウインナー。あ、ウインナー、じゃあ置きます。ほーいしょ。ねえ、全然だ、足が、足が、足が、ねえ、足が立ってる、オッケー、どう、うん、うん、うん、ウィンナーさんは下、うん、タコさんと、ウィンナーくんどこ、いた、あ、あそこだ。何個いる？いいなー。いる？わー。え、てかさ、生地さ、足りんかな？確かに、なんか少ないね、見た目。うん、生地見た目少ないけど。
20個分とか書いてあったけどさ、でもさタコも明太もさソーセージもあるよ。うん、そうよね。もう倍作る。もう倍増やす。うん、これ卵取って増やすか。卵増やしよう。卵あったね。じゃあはい、キリコレタンと、はい、あと水300いるってことね。じゃあ、うん、ではこの中に入れていきます。食べれるやろ。うん、じゃあキャベツももうちょっと。うん、キャベツ絶対食べる。キャベツはさ、うん、どれにしても入れる。うん、タコにしてもウインナーにしても、うん、明太にしても入れるってことだよね。キャベツはもう絶対よね。害ないけ、うん、入れる絶対うん、合わない、絶対ない。45×2 は90でしょ。うん、ほぼ使える。確かに。持って帰る。全部なくなっちゃう。キャベツ食べるの。もう全部使えばいいね。130。90も130も辛い。40変わるけど。3個分になるんでキャベツだけ使える。まあ、まあいいか。まあいいか。まあいいか。うんうんうん。まあ、だったらいいし。よっ。タコ。いや、チーズだな。チーズは辛いやつにしました。イエーイ。ちょいと辛いやつ。唐辛子。
で、あ、タコか。うん、タコ。タコも買いました、ちゃんと。いらんかなってちょっと思う。ウインナー焼きで行こうかと思ったけど、タコ買いました。タコどれくらい？あ、いや、こっちでしょ。あ、いいね。どのくらいいる？いやちっちゃっ、ここいい。ほんとや、ちっちゃい。ね、これ、3分の1ぐらい。こんなもんだな。こんぐらいだね。うんうんうん。ナイス。ナイス。天才。ナイス。いや、じゃあ何をしましょうか。ワタティは。ナイス。これもいるよね。天かす。うん。こんぐらいでいい？うん。もっといる？え、どうやろう。あと一個ぐらい。まあ、タコもあるしね。うん。珍しいコンビやな、だって。そう、まだまだやな、有名、ポピュラーポピュラーって人気ポピュラーって人気、結構ポピュラーコンビですけど、はい、オッケー。タコ切りますか？タコ生きとる？生きてないじゃあ私が切りますね、タコちゃん。これも、これも使う、これ使ってタコちゃん、切ります。これもも、うん、いってらっしゃい。今からタコを切ります。全部切るよ、このタコ。んタコ、ここ当たりじゃない？これまた切るよね。びっくりした。これでかい。結構右身が引き締まってますね、この子。タコ？うん。怖い、やめてよ。マジで手切りそう。生きてる。血出ても知らない。
登場させます。一歩一歩さ、身元も一旦切っていいや。オッケー。で、余ったの入れる。オッケー。あ、ビーンってするだけよね。え、で、切っていい。あ、うん、皮ごと。オッケー。そんにゃん。え、怖い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 。え、なんでビーンってやるんじゃない。え、飲もうやろう飲もうやろう。え、皮食べんの？皮？うん。うん。今回ドピーンって出す。え？福岡の人は食べる？え？嘘。普通に食べる。え？なんてやつ食べんのみんな。皮？皮？皮でも食べれる。なんかこの明太さ。うん。めっちゃ匂いする。うん、結構さ皮がなんかすごいね、うん、なんかシワシワブリンブリン、うん、なんかめっちゃシワシワ梅干しみたい、めっちゃシワシワ、これ日本、うん、なんかめっちゃ少なく見える、うん、日本でいいね、あげる、使うかな、使わない使わない、多分使わないね、うん、日本全部使ったら多分塩分過多だよ、ね、確かに絶対塩分過多、ちっちゃいでしょ、ね、まあいいか、塩分過多、絶対塩分過多、あとキムチ、キムチいらっしゃいます、キムチもあるしね、うん、キムチも塩分、あいし、キムチさん、キムチも若干細かく切る、うん、シソもある。切る？シソチ。めんどくさい。切る？ハサミに切ればいいか。あ、ポン酢もある。ナイス。で、じゃあ入れまーす。真ん中に。キムチ。あ、えいや。ペッ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 。はい。オッケー。ちゃんと剥がしてよ。
しかない。剥がれんじゃん。剥がれんじゃん。洗っとけば。え、あの次の仕事は。ぶっ刺すやつ。あ、ぶっ刺すやつ。洗わんときたな。これだ。エリアン。でもこれドライヤーでやったらね、多分元最初からドライヤーでやったら剥がれたんやけど。そうなん。うん。ドライヤーで剥がれるのそれ。だって熱いから。おに？なんかどんな？よいしょ。危ない。なんかこんなやつ。よいしょ。あ、洗います。お願いします。もうあっち持っていこう。オッケー。食材入場。でもさ、そこ、あ、機械さ、うん、機械いけるかな。機械のコンセントもいる。もう一個コンセント。そっちじゃ届かん。前じゃないと。これタコパの方初めて使う。マジ？うん。タコ焼きデビューやん。ここにある引き出し。ゲットしよう。でもさ、あれでもさ、服やつがさ、かわいい。ええ、濡れたままつけない、濡れたままつけない。すいません。濡れたままつけませんわ。燃える。濡らしてないよね。いけてる。まだ。こいつも。おーい。つまようじいる？つまようじいるかもね。でもつまようじでどうせ食べれんか。なんかめっちゃ腕が筋肉痛。おいしょ。焼けたやつをどうやって食べるかな。あ、紙皿あるか。うん、ある。忘れとった。違う、機械で。え、iPad 充電たまったかな。私の iPad は、あ、まあ、50% はあります。持つかな。微妙い。あ、アイサのさ、使う？めっちゃ長いやつ。ああ、そっか。充電しながらできる。減ったらそれさせばいいか。うん。でも今は、
あの機械の方を刺さんといかんけコンセントが足りんくなる。君の携帯余裕でカメラ放置しとる。こっち無人バンされちゃう。こんばんは。こっちに切り替えたいかな。そっか、ちょっと待って映ってて、うんうん、今から場所を移動します。やっぱ iPad になったら画質悪いわ。やっぱり、スマホの方がいいんだね、画質が、うん、こんばんは。え、どんだけこんばんはばっかりなコメント。嘘、今来たんみんな。やっほーい、ミネオシアリサだよ。尋常じゃないぐらいこんばんは、こんばんは、こんばんは。うんうんうん、届くかな、コンセント。うん、後ろ待って、うん、画角チェック。なんかこれは今日は紐が全然違うやん。押して、マビ女優ライトあるのに。ほんと、こんばんは。これでタコパ、いた、タコパします。よいしょ。確かに。うん、ギリ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 いた、うえい。パパパパ、大きい方がさ、おお、人の薄いね。に腹ペコ青虫、アイス食べてるよね。サビワン食べました。今行って、今に至る。軽々しく買い物をしてきた。そう、お高いのね。サラピの買い物、高級品お買い物についてきました。あ、これでいいと思う。よい、うん、これを持って行っちゃうよ。はい。はい、こっち、こっちに来て。どっちから？アイスのタブレットから。何も持たずに。あ、何も持たずに。映ってる。来た。おおおお。いいではないか。若干暗いが。え、そうなんよね。ね。で、みんなから見たら普通かもしれん。うん。これで良さそう。黒。暗いね。オッケー。オッケー。ガイさんの方がオレンジっぽくない？うん、なんか茶色いっていうか。茶色い。なんてな。
は？え、おいさんなんか黒くね？黒いんだってだから。茶色やん。待って茶色やんおいさん。ね。うん、なんで？ひどい。一応新しいやつなんやけどね。うん、これティッシュ止め。止め。ダメ？止め。ケース。ティッシュじゃない？ケース。全然ティッシュ濡れてる。完全にただみんなの覗いとるっていう状況。確かに確かに。プライベートたこ焼き会だよね。これちゃんと具材見て。おしゃれ。おしゃれ。葉っぱなんか出とるおもろい。ちゃっかり置いといた。部屋が全部。思った、ね、ではえ、これ油なの、うん、かわいいすごくねこれさ、もうちょっと前にやる、うん、おいしょ、はい、おいしいこれ油らしいおなじみですからそうですか何を言ってるんですかおなじみですからあ、でも、まだいいかうんニュ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 あっためちゅう楽しみなんかさ、コメントちっちゃい、うんうん、確かにこっちの文字読めるけど、こっちの文字読め確かにこれどういう違いでええ、でも文字のあれ選べる、うん、太さえなんか文字のデカさ選べる設定のとこでいや、それはやめてやめてやめた方がいいよ超ブサイクだった今なんかさ、これさ、上すぎるかも今変えるやつなの設定って切らんとかやる。切らんとさもうちょっとさあれこうななな確かに気がする。確かに。ふう。こっち側？えでもうん通れちゃう。もう無理。あえあの鏡は？あるよ。あれあるか。なっとるけどそれもうちょっと脱やつやったり。もうちょっといけるかも。茶色いの気になるだってね、こっち白いよね、まあ、うん、めっちゃ白い美白なのに古いアイパッドなんじゃない新しいっちゅうのえ、なんかさ、え、うん、え、なんかめっちゃダン確かにえ、なんか変じゃない変じゃない茶色いよえ、あれじゃない、そういうフィルターを貼っとるとかじゃなくてえ、これにうん、その紙、あの紙じゃない、違う違う違うあ、ここ自体そう、うん、貼ってないよんなんかあの、なんていううん、UV カットみたいなやつあ、貼ってないこれ普通のあれだよ普通の何フィルムえなんか茶色いねやっぱり一瞬、うん、このこれを明るさを変な色になるよ、うん、マックスまでやってみたら分かる、うん、ほらほらなんかほらえ誰見て遠くから見たらやばいんだって口のサラの顔見たら分かる確かにこれなんなんこえこんぐらいだったらみんな変わらんもん、うん、ダメだ多分そういう問題じゃないかえ悲しい美白頭ってきた本当アイサので見ると茶色だよね気にせず行こううんそうだね気になる人はサラの方で見たらいいんだよそうだよこっちはあのアイスのタブレットが悪いだけシャーピーのタブレットで見た方がこれ実物あ、そりゃそう、ね、ありがとうアイスのが悪いだけだからねこれさよろしくん袋あ、袋ゴミ袋あ、で
もね、開けて、扉開けて、あの上の、上の、右、上、上の、左、上、左、開ける。うん、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 あ、それ、これ、うん、OK。で、たこ焼きってどうやって焼くん？たこ焼きは、まず、生地を入れましょう。生地を入れますか。生地入れましょう。重いの。また取ってきやん。でもなんかこれで。めっちゃあ思ってる。いやん。はい。それでは生地を入れていく。うん、ミディ。はい。ミディ。はい。すぐ。はい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 。それでは生地を入れていく。半分アリちゃん作。みなし作。嘘でしょ。嘘でしょ。なんかおかしい。嘘でしょ。え、分からん。うん、どう？とりあえず取りまくる。え、でもそれはこういうものだと思っとった。どう？このぐらいのものだと思っとった。あね。分からん。でも何年も作ってない。タコパなんていつぶりか分からない。確かに。なんていつぶりだ。はい。よき。ぐ。おもろ。ぐ。自分の好きなもの入れちゃえ。そうだね。もう適当でいいか。うん。え、でもちょっと可愛くしよう。どうやって可愛くすんの。え？可愛いとか見せて。ある。やっぱバランスよく入れるんよ、やけん。あ、そういうことね。何を入れるべきなのか分からん。てかこれ絶対やっぱ強いよね。あ、キャベツは、まあ、キャベツ先よね、絶対。これ絶対違う、これ絶対違う。待って、これ絶対違う、これもう絶対違うよ。これ超えてるもんね。なんかシラスに見える。え、これ絶対違うじゃん。みんな、なんかみんなにやるとまだやらないかもしれない。やってるよね。違う、自作でって言ってオリジナリティがあるので、うん、自分のマインド信じていこうぜっていうとったらいい。チーズに見えるとキャベツが。これもう中身ランダムにしちゃうね。うん。だってこれもうだってさ焼けすぎとるもん絶対。もう周りが。嘘。今大丈夫だよ。具なしがおるかもしれん、もしかして。悲しい。ランダム。何も具入ってなかった。ソースの味。ソースの味。だってどこに入ってないか分からんもん。確かに。もはや。キムチーズ、うん、キムチーズ最高。ちょっと強いかもしれない。え、だってこれ絶対わからんくなるパターンな気がする。確かに。シソ切らんでいいの。忘れとった、うん、めんどくさいね、うん、ここなんか入ってる。あ、入ってた。え、わからんわからん。あんな自信満々やったのに。確かに。合ってるよとか言っとったの。合ってない。また適当にチーズ入れてくる。でもここキムチーズチーズになってる。入れた。入れた。当たりやん。まあ適当に、うん、まあなんとかなる。え、これ絶対これが足りんよね。うん、生地、うん、まあまあまあ、そして後からぶっかけるんだよ。足りないね、ちょっと。なんかさ、普通のやつってさ、もうさ、うん、溢れ出とるくない。うん、それもこう丸め込んで入れていくみたいな。まあ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 、で最初は失敗するっていうジンクスがあるの。あ、そうね。うん、なんかプロじゃないし。そう、ここがなんかまだ馴染んでないから。あ、そういうこと、うん、じゃこれが悪い。そう、そう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 。やっていい。1回やって2回目がなんかプロみたいになる。でもさ、これさ、絶対さまだね。うん、ここが焼けてない。
海水なんです。だって量が多くなるんだって。おお、なるほどね。お子ちゃんのやつだから周りが固まってきた。いや絶対これまだまだだよ。どんぐらいとか書いてない、生地を半分までとか。え、これすごくない？これのためにさ、線がある。切れるために。すごい、さすが有能すぎ。え、絶対それさ、絶対まだまだ、うん、まだまだここが足りない。まだまだお待ちください。わかった、ブルーノの方を調べればいいんだ。ブルーノ、ブルーノたこ焼き、ここが少なすぎた。あ、いい感じになってきたんじゃない？ね、ほら、入れすぎて溢れとる、そこが。確かに。ブルーの高木？うん、高木ここ書いてあるはずじゃない、だって、うん、うん、確かに、やり方いや、違うね、絶対。あ、ほらほら、いい感じ、いい感じ、いい感じ、うんうん、溶けとるじゃん。うまそう、うまそうすぎ。一旦やってみるか。タコのビジュいいね。タコ、あ、あ、あ、ほらほらほら、これさ、ねえねえ、見え見え、今 線があるけど線見え。たこ焼き書いてあった。なんかめっちゃ下手くそじゃないこの人。ねえ、最低最低最低、知らん人のやつにケチつける人。お手本になるようなやつじゃなかった。あ、でもえ、ほらやっぱこの、え、これ先に具材入れとる。え、そういうこと？じゃない？え、文字入れてほら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 、え、ほんとやん。え、そんなん初めてじゃね。生地入れるよね。うん、先に具材入れて全部を生地で埋め尽くすみたいな、ね、らしい。そしたらこんな溢れてこんってことか。そういうことね。これ一旦線切って、うん、え、すごい、ちゃんとこんなのついてるの、すごい。すごい。すごい。あ、うん、あ、いいじゃん。意外と焼けてる。え、いいよ。うんうんうん、うん。これ一旦さ、あれにするよね。こうやってやって、うん、ここに液入れて、うん、丸くセットかな。うい。参考にならんとか言って人だってさ、絶対あのお手本よりもうまいよ。マジ、うん、でもお手本取り替えた方がいいぐらい。最低じゃあうちらクックパッドに投稿しようよお手本画像取り替えた方がいい。あ、ほんとや、ほんとだ、これめっちゃ膨らむね、やっぱ生地が。うん、書いてあったもんね、うん、膨らみやすいです。そんなパンパンに入れなくていいかもしれない。ほどね、ぜひなんか少なめなんかな、生地の書いてある。 あ、そうかも。天才いいじゃん、いいじゃん、これ見えとる。すごいやん。あ、見えとる、見えてるえ、一応そのでは見えとる、見えてる。え、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃん。やりたい、任せて。あ、じゃあ生地を入れるね。いいよ、おー、大丈夫。え、待って、ちょっと最高じゃないか、天才じゃん。これ写真撮る、これね、待ってね、うん、慌てて、やっちゃおう、ってくる、うん、いらんよ。なんか端っこがさ、うん、一番火が弱い。うん、端っこ長めにやっとる。やっちゃった。いいんじゃない。え、でもこれあんま入れなくてもいいかも。あ、生地、うん、だってあの膨らんでなんかもうほぼ丸やもん確かに。ちょっと待って、ストップ、ほんの少し、うん、若干でいいかも。ちょっと待って、うわ、曇る。天才。
あ、そんなこと言っていいんですか。ごめんなさい。取り消し。違う、曇る前にさ、撮りたいのにさ。ストーリーの裏側になるかもしれない。動画撮っててこっちにしたら急に蒸気こんくなったんやけど。なんな。確かに。もう出てないもん。ま、ね、いいやん。熱っ。いいよ。取れた。じゃあ。こっちが。え、これさ、こっちがいい？何が向き？うん。こっちにした方がいい。うん、ほらもうほぼさ。確かに。できてるけんさ、若干入れればいいか。うん、あんま入れすぎたら溢れてて丸めれなくなりそう。いいやん。じゃあ行ってくる。ああ、絶対そこらでいい。いいじゃん。いいじゃん。うまいやん。いいやん。もうさ、カメラないものと思っとこう。え、全然そんな人。そんな人。見たい人にだけ見てもらおう。そうだね。うん、あ、これこっち側にしたらいいよ。ここ、ここ、OK。 OK、 いくぞ。カメラないのと思ったぐらいの方が多分サラは元気だと思う。あ、いいやん、いいやん。まあ、今日はオフですから。はい、そうよ。みんなはタコパー配信を覗き見しとる。そうよ。こちらのプライベートを覗き見しとる。はい、いいよ。それもレアね。そっちの方がレアね。そっちの方がレアね。でこれがもしテレビの企画とかやったら、うん、ちゃんとなんかせんといかんや。うん、そうけど、そこを見せずにいい感じにできる良さがショールームシャレムで、ここちょっと難しい。プライベートを見れちゃうってすごいぞ。そうだよ。いいやん、いいやん、ええやん、いいやん、いいやん。すごい。2人いらん？もしかして。確かに2人ない。あ、ここ持ってくるね。2人かわいいけど。するな。超かわ。こうやって。たこ焼きに蓋する人。うん、ウケる。激かわ。あの恒例のストーリー撮ろうかな。パッカンパッカン。いいね。これここももうちょっとしかない。これ便利ね、ちゃんと、うん、入れやすいようになってる。いいやん、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 いいやん。コメント読んだよ。うまくない？コメントね、こっちで見る。ギリギリ見えんのよね。携帯で見た。確かに。見ようとしたけどもうこっちに来たんだ。こんばんは。それではここで質問コーナーをしたいと思います。みんな興味あるかな。面白いのがね、うん、いつもサラと胸イケでコラボ配信して、うん、質問あるかなって、うん、何の質問も多分興味ない。サラと胸イケ重要ない。あ、そういうこと。重要ない。いや、峰吉田はね、ポピュラーだから。何の誰も何も言ってこ。コメント止まる虫。あ、そういうこと。え、つらい。コメント質問あるよね。聞きたいことだらけ。何でも答えちゃう。何でも答えちゃうよ。プライベートだから。そう、プライベートだからね。インスタのストーリーだったらね、ちょっと答えやすいの選んじゃうけど、ここだったら何でも答えちゃう。質問来た。いいよ、何でもいいよ。
まあ私が却下するから。いやまだ来てない。え考えようよみんな。そうやな、ありすぎて考えたのに。そう考えたら死ぬ。アリちゃんはいつチャートリー帰ってきますか。私は、うん、今週帰りますよ、半年ぶりに。え、サラの生誕ぶり。そう、マジでそう。2月の最後よね。じゃ私の生誕がまたチャートリーだったら返してきてもらうね。そう、よろしく、うん、ちゃんと推薦しといて、うん、よし、よろしく。え、でも前回のチャートリー、うん、サラの生誕の時は言ったよ。イエーイ、秋田のメンバーがいいです。うん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 。しかもやったばっかりやったけどさ。確かにね、終わったばっかり。今週の土曜、土曜だったっけ、うん、埼玉で、チャートリーのフェスに行ってます。ピー、チケット多分まだ買えるかもしれない。チケットまだ買えるよ。今日レッスンしてきました。そう、マジで半年ぶり、私の生誕ぶりです。え、そう考えたらやば。うん、確かに。だってさ、全然、だってチャートリーのさ、うん、曲とかもマジ踊ってないもん。さ、確かに、うん、やばいよね。 I'm sorry、 I'm sorry、 うん、うん、それだけ質問。うん、質問はね、どっちがボケでどっちがツッコミですか。もう見るからに分かっとるやん。私がキレキレの ボケじゃねえよ。ええ、あいつがボケだ。そりゃそうだよ。あいつがボケだ。見るからにね。見るからにね。こんばんは。液体の出番。液体の出番。一旦質問コーナー終了。はい、どうせ来てないかもしれない。ちょっとさ、ここだけ。グニ。ここだけ。若干。ほんと若干。質問コーナー再開。早っ。液体作業終わり。ゆっくりしよう。本当や、これめっちゃ膨らむよ。生地？うん、すごいね。生地が膨らむって。ベビーカス。ああ、ベビーカス、うん、大好き。ベビーカス大好き。こんばんは、なんだって。もしかしてあんま需要ない。確かに。え、需要あるよね。もしかして需要ない。なんか、うん、待って。なんだろうね、尊敬するとことかだって。お互いの、うん、うん、一番可愛いところは、お互いの、うん、一番可愛いところ、行きましょう。先輩たまにマジで可愛いよね。どういうこと。どういうことそれは。可愛いとこある。どういうとこ。なんだろうね、え、なんだろう、たまに、うん、生地よいしょ、たまに LINE で、うん、LINE が可愛い、うん、嘘、え、可愛いって思うときあるんよ。なんだっけ、 LINE 可愛いよ。めっちゃ LINE 汚い。思い出したら、うん、いや、こういうそんなあんま言わんよね、LINE かわいいとか。うん、初耳。え、かわいいって送らんけ、あいさ。え、来るけど別に思ってないかわいいやろなって思ってる。嘘でしょ、ちゃんとかわいいと思って送ってんのに。あるあるのかわいいかと思ってた。あー、思ってないのに、うん、かわいい。あ、そう、ウケるーと一緒。あ、ウケると思ってない時も送るけど、うんうん、やろ、いつやっけ、かわいいで調べてみよう。ほら、かわいいってサラミに13回も言ってるよ。嘘、サラは何回言っとる。サラミ1、2、3、4。え、でもさ、え、待って、私たちかわいい。私たちか。かわいい。
言ってないよ。かわいいよって言ってる。それはかわいい。まだ推しメンのね。あ、そう、写真集ね。見て、ゲットしたんだって送ったんですよ。そうそうそう。結構やめっちゃ最近ないかな。思ったやつ、うん、覚えてないやつ。覚えてない覚えてないじゃないですか。ほんまにあれかもしれない、ほんまに可愛いと思った LINE には可愛いって言ってないかもしれない。可愛いえ、でもさ、もう本当に本当に思った時こそ言わんかも、ね、絶対そう。可愛いを www とかは、うん、多分思ってない。手を振っとる時に最悪、もう今度から全部全部そう思う。いや、ほんまに可愛いと思った時は送ってない。何やったっけね、トークはさ。でもめっちゃさ、うん、たまに可愛い時あるもん。めっちゃ既読無視するよ。この人既読無視します。そうでしょ、知れない。結構既読無視します。いつ終わる、終わるの、挨拶が最後に見ても、うん、だいたいなんかすぐ既読無視してくる。じゃあ一回見て、うん、あ、解散っていけって思って、うん、一回ツイッターとか戻ってやるんやろ、ね、うん、会話があの続かん、あんま。嘘でしょ、うん、何も思わんけどね、でも。そんな、あ、え、綺麗じゃない、うん、うん、いつの間にかできてた、うん、綺麗だよ、綺麗。絶対こっちをお手本画像にしたの。あの人のクックパッド買いね。美味しそうじゃない。うまそう。こう見たら汚く見えるんじゃない？ああ、なるほどね。ここの分からんけど、実はクックパッドの人の味方してあげてる。どこか分からん人の主婦を敵やね、やばい。どこか分からん人のこと、主婦を味方してあげてる。2人とーのーどこか見ねー。あ、2人とー、2人とー、2人とー。こうして、待って、2人熱い。でも熱くなった。ストーリーのその不意打ちの自分の顔やばいよね。え、内カメの不意打ちの自分ってマジでブスだよね。あ、いいかも。間違いあげたんだ。え、あのね、こういう感じね。あ、オッケーオッケーオッケー。せーの。なんかこれ震えた。アホやん。これ似てるね。違う、バッカンがさ顔みたい。これ音消そう。決まった。もう一回、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 もう一回。言わぬく。あ、そうね。え、でも音、でもどうせこれ音ならんけ。そっか、何言ってもいい、うん、いいよ。せーの、バッカーン。ジューン。かわいくね。ジューン。なんか怪獣は。ジュジュこんな声低い。こんな声低いんかな。いや、それ結構低めに言ったのに、うん、絶対これ音ありでお願いしますって言われる。もう今聞いちゃう。ありそう。熱い。やりたら顔熱くなった。熱い。腕まくり。こんばんは。一陣目でした。これがあるよ。何？出た。あそこもまた行こうよ。もらったよ。そう。なんだっけ？千円を見て。よかった。かっこいい。焼き鳥が有名なところね。焼き鳥だけ。手羽先の。手羽先。あ、待って。手羽先。そうそうそう。ではお茶をつきます。で、ポン酢とネギいる？ポン酢とネギもいる。
しょ、ここに入れて、ポン酢と、何だっけ、ネギ。え、ネギはさ、うん、全体的にもいる？あー、なんかソースの時はいらん。うん、いいんじゃないの。よきぴ。これでよくない？おうおう。ナス。あ、カミンちゃん。にゃんこれじゃーいた。歌コン見てるんだって皆様。うん、うん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 、よっこしょー。これいらんね。うん、いったいらんね。これはいるか。ローにしてる。うん、ふん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 、ポン酢ね。ポン酢わソースマヨ。いいんじゃないの。天才天才天才。できまして、できました。一応スクショやっとく。イエイ。あ、そういうこと。スクショ一応ね、こっちから。せーの、ポン。んげー。何入れたか覚えてない、うん、確かに。どこが当たりだったか。え、これ何が何か分からんかったらこっちに入れるかさ、ソースかける。確かに。キムチはポン酢に入れてしまった。これはキムチチキム、これキムチーズなはず。キムチーキムチーズって何つけるべき。キムチーズはソースマヨじゃない。マヨソースソース。待ってこれさ、決めればよかったタコね。ウィンナー。でもなんかさ、なんだかんだうまくうんできたんじゃね。なんていうかね、これロシアンみたいな感じ。ロシアンみたいな感じ。ロシアンみたいな感じ。あ、昨日ね、配信でね、うん、こっちの人たちがね、うん、アリちゃんに内緒で変なの入れようとか言って。あーみんな性格が悪い。アリちゃんに内緒で。え、うん、そうかな。なに、これ何。あ、ジジに一緒だ、似合うわ。まあこれでキムチは匂いするかと思ったけど、まあまあまあ、でもいいよ。はい、その写真撮ろう。あー、なんなんこれ。タイム。オッケー。うん。うん。うん。でも見えてないって。死ぬ。死ぬ。オッケー。いいね。カメラで撮ります。それ、はい、うん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 、オッケー。食べよう。食べよう。
けるうん自分でかけるソースお願いしますロシアンだねでもソースに合わないやつはないよねうん明太が微妙かも、うん、でもそんな明太入れてないまだ確かに何をこっちにつけたらいいやん逆に普通のノーマルタコいただきます何味かな？いやいやっせー赤赤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 赤私はタコちゃんだこれ。それのタコちゃん。ぶなし？ハズレ。ぶなし？チーズだけ。ハズレ。ハズレだ。ここ。タコしか入ってなかった。これは普通にタコ焼きだ。タコしか入ってない。おいしい、でも、うまい。あく。そう。うわ、あれがあるよ、喧嘩する。旅行の予定を立ててるんですそうどこに行こうかねえ、キムチ美味しいキムチ入れちゃったかなキムチ食べたいうんウインナーの方もうまいうん、食べてないから多分ウインナーだけだこれウインナーうまいあることを広めとかないと。クモクが。キムチ美味しくない？うん。写真で待っとくか。これ絶対消したくなるな。ね。うん。うん、キムチうまい。つるな。うん、チーズも辛くしたけど、全然。え、確かに。うん。でも、うん、キムチだけはあれだね。タコも入っとって、うん。キムチ。うまった方がいい。うん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 。うまし
うまへ。山芋入りいいかもね。うん、なんか物足りんくない。うん、確かに。次にやる。うん、美味しいですわ。美味しいね、怖い。おいいな、うまい。あこ、うん、口の中焼けるふぐ。ポン、ポン酢バージョン。ここに避難して、ありがとう、うん、その間にもう一回行ける。確かに、私のツイッターのとこに質問募集してますので皆さん何かあればそこに書けば答えるかもしれません。ツイッターのコメント欄、イエス、お願いします。質問ある方、みんなあるよね。あるよ、聞きたいことだらけだよな。質問はサルピのツイッターの何？リップ、リップまで。山芋焼きやばいのかどっちか分からん。本当にこれキムチだ。本当だ。キムチの入った。特にございませんでだ。あ、何でだ。いや、そうしたムシムシ。ゆんちょち。ムシムシ。ムシムシ。特にないならコメントしなくていいんだよ。特にないだって。何それ。これはポン酢用。あ、そういうこと。うん、え、もうつけていいよ。あ、うん、何をポン酢で食べるかによるね。それな。行ってみます。か。これは直してほしいって思うこと。共通の趣味。二、うん、人でやってみたいユニット。旅。そんなつまった。興味とかな、あ、趣味だと。趣味。仲良くなったきっかけ。気の合うポイント。実は私の方が可愛いとそれぞれ思ってます。たこ焼きは熱々で食べますか。アリちゃんは人の話を聞かないって本当ですか。うん、好きなたこ焼きの具は、うん、だって。なるほどね。ないとき時系列に出らんけどさ、通知、あ、こっちで見たらいいか、時系列。二人はいつ結婚しますか。せーの、しませんって言った、って言った、うん、って言った今まで、うん、まはん、正解でしませんうまはん。次、これは直してほしいと思うこと、うん、話を聞けひどく見せるな。聞いてるよね。今日それぐらい、うん、トラピは あと全額の文字コピペするなねえ、ダメなとこばっかり。確かにトラピマジないな。どれが勝手です。私は直してほしいとこ、うん、じゃあ話を聞かない件に関しては、うん、どう思いですか。話を聞かない件に関しては、うん、聞いてないっていう自覚がないんだからしょうがないでしょいやいやいやだってサラが、うん、なんか、え、これなんとかって言ったら、うん、うん、絶対うんって答えるとこじゃないとりあえず、うん、え、聞こえなかった時は、うん、なんてって言ったらいい、うんうん、全部うんって言うんですよなんてを知らないからね。あ、うん、私、あ、ほんとうまい。な、なんだこれ。これは、ウインナーこれうまい。今もう食えてなかったこれ伝えたかなと思って。なるほどね、うん、うん、うん、いっぱい
何回も言うから。なんで、うん、なんで、うん、やってみた、うん、なるほどね。今度から最初に以後気をつけます。それピュアなんだろうね。あ、わかった、あれ写真がこう撮るじゃん、うん、科学チェックってこう見せるじゃん、うん、なんか変なんだよねって時は大体あの、うん、自分の顔が変なんだよ。結構あるじゅわー結構あるか。こうやって見たら、うん、もう普通に次のとこに行けのか。あーね、うん、いつがあれなのかどうか。次の日めっちゃ熱々だね。最近言えてない。え、こういう時も大体返すよ普通の人。うん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 。で次の12時間ぐらいに最後また別の話題になってまた帰ってくるけど。もうわわわ。無視。でまたさらがなんか違うこと送ってる。まあまあまあ、うん、まあ上がるかな。ほらだって小屋もここで終わってさ、虫、うん、熱いね、うん、もう温まった。それやばい。これやばいね。うん、え、それガチ恐怖映像だったんよ。ホテルかどっかで見たんけど、死んだ金魚みたいな。そんなさ怖い。目開けて寝る人おるんやね。え、衝撃。なんか自分が、いや、なんか寝とるなーと思ってこうやって新幹線でこうやって撮ったんよ、うん、で普通に撮っとったよ。で普通に何も思ってなくて、うん、でその後なんかパッて見たら、見返したらあれ怖い。あれ怖すぎん。うん、これめっちゃ怖い、うん。え、だって目開いて寝てるよって言われたことないもん。怖い。そういう時って大体なんか自分分かっとる人やん。確かに目開けて寝てるみたいな、うんうんうん、言われたことないもん今まで人生において。初めて。うん、初めて。でもそんなもんです、直してほしいところ。うん、意外とない。え、てかそんなにあったら仲良くできてないよ多分。確かにね。うん、不満なら持ち届けてきたら ね。次、共通の趣味。え、でも何も似てないよね、とか。共通の趣味、ないかも。うん、まあ女子力が高いとか。自分もって言っとるようなもんで、ね、それ共通、女子力が高い、うん、それはそう。ファッション、ファッション、プロデューサーになれますからね。確かにね、ファッション、ファッション。次、旅行いいですね。運転手の募集はいつからですか？ありませんね、ないよね。質問来てる。いらないですね。いらないです。
やばい、チーズがやばい、激アツ、どういうこと、とっけとけ。仲良くなったきっかけは、仲良くなったきっかけはずっと言ってるよね、うん、チャートリー、うん、なんかじゃあ、まあ最初の共通点はチャートリーだからだったけど、うん、あれだね、昔はコウコちゃんが間にいましたので、うん、マジで話せなかった、うんうん、どっちかがココさんと喋っとったらどっちかは黙っとる、そうね、そうそうそう、チャトリ5人かね、4人の時もあったけどね、4人あほう4人チャトリ、いやあれぐらいから話し出した、そっか、うん、それはもう仲いいか、うん、ふうあの時にはだってサラがもうチャトリとして出とった時やけん、あほうかその前だね、じゃあかぐらいから赤いほんまにやつ温まりすぎじゃないだって湯気やばいほど出るもん、タコが死ぬで、はい、あ、で、でもグンってなったのは1年前よね、うん、山賊行った時はもう、うん、だいぶ仲良かったかな、うん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 、今に比べたら仲良くないけど、うん、今に比べたら、うん、でもすごいよね、あの山賊って、うん、あやも別にそんな生きてもそんな言うてたもん、まだあの頃は。そう、山賊に行ったのは、うん、妹の日にサラと池田が一緒って、うん、大ちゃんとソラさんが一緒って、うん、で、弁当を4人で食べたよね、うんうん、休憩の弁当を4人で食べよって、うん、で、どっか行こうってなって、どこ行く、宮島は最近行ったんですよってソラさんが言っとって、うん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 、じゃあ山賊行くって言って朝から行った、うん、すごいよねあれ、うん、まだそんな親密な仲ではないのに、うん、4人で行こうってなった、楽しかったよね、めっちゃ、うん、普通に楽しかった、うん、で仲良くなって、うん、それから以降はめっちゃ仲良い、うん、で去年もユミガフは、うん、チャートリと選抜 の、 あの、うんうんうん、クリスマスコンサートも、うん、レッスンがスムーズあってで、その時に毎回ご飯を毎食ずっと食べてる、一緒に行ったね、レッスン終わりのご飯行ったり、レッスンの間のあれ麻婆豆腐行きつけ味で、行き出してからもうずっと、あとあれじゃない、選抜で何ティッシュソース、ソースあざ、選抜で一緒になってからもう大体の時、うんうんうん、年末とで大ちゃんの時一緒におるけん、クリスマス公演ととかですね、でも最近のチャートリーはいないから、うん、そう、16の16人の時とかしかもう最近は一緒じゃない、うん、そうね、うん、16人公演とか、うん、花だれ公演と、公演はほぼ出てるよね、うん、公演は出ております、うん、ハップみんな、うん、嘘でしょ、ハプみんなばっかりなんだか、えどこ行った、ハプソース、あの気の合うポイントはどこですか、気の合うポイント、え、でも、うん、サラが思うのは、うん、なんか、ね、いい感じに自分がない褒めとるいい感じに自分がないけん、まあ、確かに、うん、なんか何でもいい、いやぶつかり合うもんね、自分中だったら何でもいい人やん、うん、えそれそう、でしかもサラは決めるのとかも苦じゃない人、うん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 、多分自分が何決めたくない同士やったら、うん、お互いがえ決めてよってなってたもん、喧嘩になる、うん、決めたい同士やったらそれはそれで俺はやだえってなるやん、うん、でもここはなんか、うん、ね、決めてくれる、オッケー、うん、どこ行きたい、どこでもいい、決めて、分かったここはいいね、行こうってなる、うんうんうん、それはある、やけん合うんだと思う、うんうん、確かに、だって年下無理やもんね、それがおもろいそれがおもろい、何アイスが普通に先輩やけん、あ、多くだった、でもそれはそれでいけたみたいな感じ、うん、もう合うわ、ごまは合いますか、まあ、うん、でもだってコウコちゃんとか、そっか、うん、年上か、うん、気の強い、うん、気の強い、うん、まあ、大人目、まあ、お姉さん系、うん、と仲良くなりがちなんで、そ
っちが合うんやと思いました。私は決めてくれる人がいいね。うんうんうん、そうかも。え、国足はじめ、え、ガチの国足何もない。え、何にも入ってない。え、何にも入ってないそれはやばい。失礼しました。ちょっとキムチ入れよう。うん、何にも入ってなかった。多分そこだと思います。そうだね、それはある、ね、うん、実は私の方が可愛いとそれぞれ思ってますか？そんなことないよね。そんなことないよ。何を見つめ合う。そんなことないよ。全然違うもんね。うん、系統が違う、うん。全然違う。だってアイスは美人って言われたことないもん。さあ、まあ、もう可愛いと言われる。可愛いより美人だよねって言われる。美人より可愛いだよね。うん、美人だねと言われたことない。けどサラピは美人だねだよね。そっち確かに。全然こう私の方が可愛い、私の方が美人と思ってる。ね、そういうことになる。そういうことになります。うん、どっちも良いやん、うん。そういうことです。そういう答えだ。尊敬するところは？尊敬するところは？油どこ行ってっけ、あ、ここか。お互いの尊敬するところは、うん、アイハは、うん、めっちゃ周りを 見れてるところ。あら、そんなこと思っとった。うん、すごいよ。観察、なんていうの、人間観察力。あと、まあ周り、普通に周り。どういう時に思うんですか？なんでしょうね。あ、何、周りというか、うん、これからのことを考えるとか。え？え？嘘。あいつはもうこれ先のことは見えない人だから。そんな今に全力投球。そうそうそう、これから何をしようとか、こうやっとった方がこの後楽々とか考えるから、うん、すごい。何の時に思う、そんなこと。え？いつもね、こうしとった方がいいじゃんって言ってる。言うね、確かに、うん、そう、ここはちゃんとここをこうしときなさい、後が楽だから。そんなおばさんみたいな言い方だからさ、みたいな。そこはいい、すごいですね、尊敬はしないとこ。え、あ、キジ、え、でも、え、ない。え、びっくり。あ、この粉がかり、粉がかり、キャベツね、粉がかりができるところでしょ。そうだね。え、でもなんかあのさ、ね、やっぱさ、うん、アクターズ、うん、から来たのもあってさ、うん、ちゃんとできるじゃん、なんかわかる。池田と一緒だね。池田ほどではないけど、切り替え方が。切り替え方、うん、いくよ、はい、ステージの切り替え力。池田はすごいね。え、もうさっき学んだでしょ。そうやりなさいってさっき学んだでしょ。ごめんね。何やったっけ、なんかさ、さっきさ、うん、これ先に入れるべきやったみたいな言ったやつあったよね。何やったっけ、忘れたよ。あれ、天かすね、かす。あ、天かすか。天かすじゃん。ふいふいふい。もう一旦 OK。OK。ソーセージ、チーズ。天かす入れてキムチがやって。え、何と何がいい？何が？組み合わせ。タコ。だってタコだけやったら大物ない。うん。大物ないというか美味しくない。タコと。でかっ。当たり。タコとタコキムチ。タコキムチ、ウインナーは全然ウインナーだけでもうまい。確かに、明太とかウインナー明太これで、で、でので、キャベツいつ入れる、でので。とりあえず何か入れてから入れるって言われると、また何もないってやつが確かに出てくる。アイコジンね、うん、サラちゃんって確かにが口癖じゃないって言われたことある。ああ、それはいろんな人じゃない。確かに、なんか何かと確かに。確かに、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 それな派じゃない。ああ、それな派、うん、それな。それなって確かに言わんかも。でもそう言われたらさ、確かにって言う気がする。うん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 。タコにチーズ、キムチーズ、キムチーズ、
時ここ何？これチーズだけ？もしかして？うん。やばいやばい。かわいそう。チーズだけはダメだということを学んだんで、ね。そうね。めんたい。でかい。まあ、いいか。めんたいあんまなかったもんね。さっき。うん。てか入っとった？でもここで入れたはずやけど。あんま分からんかった。ここにある。あと何？キャベツいつ入れる？キャベツもう入れる。キャベツ投入しまーす。せせ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 せ。発見ガスね。発見ガス。でもやっぱ2回分でこれやけ少なく感じね。うん。1、2、3、4、5、6。ちょうどいいキャベツ量。え、天かす入れすぎ？まあ、いっか。ちょうどいい。いい感じ。しそ入れてないけど。まあ、いいね。うん。いいや。まだ袋捨てたやん。またあれに戻せる、うん、はい、あじゃあよいしょ。第二陣作ります。よく何で何んよ、うん、お手欲しい。よく何理由で喧嘩をするか。喧嘩したことないよね。でも、うん、ないです。喧嘩をしません。しません。うん、やっぱ大人やけやない。精神健康性はマジですよね、別に。あいつも中身は大人ないよ。え、そうだよ、みんな子供扱いするけど。え、そうなんや。なんか私はそんな子供扱いをしないようにしています。それな、子供扱いをしてくるみたいなスタッフさんにも注意するよね。子供扱いしないでください。この子そんな子供じゃありません。マジや。自分でできます。それ、あいつ髪の毛出するみたいに言ってくるメイクさんにも子供扱いしないで。あいつはそんな子供じゃないんで。マジおもろい。間違いないんですよ。これは全国に広めたい。規模でか。でも本当にそう。ね、足りんかも。生地。これ足りるかな、生地。なんかさ、あとまだこれだけしかないよ。この辺がカスカスすぎる。ペタパーって入れて、でもさ、これまた半分にした時のさ、うん、あれが足りんくなるよね。まあちょっと一旦このぐらいで。ここだけ。うん、っていうのはありますね。そう、私も意外と精神大人なので。子供すぎたらね、うん、すぐ喧嘩になりますけど。お互いに好きなところを3つあげてください。そういうのないよね。そんなね、恋人みたいなさ。そういうのないです。そう。質問、先輩後輩の2人やけど、2人の距離が近づいたなって感じたエピソードとかある？え、でも、うん、同部屋ってさ、大体さ、うん、何、一期は一期、二、うんうん、期は二期とかで分けられるけど、うんうん、うちらだけ一気に期とかに、うん、なりがちです。なるし、ことないやろ。だってサラピとしか二期で同室になったことある人ない気がする。あ、そういうこと、うん、ごめん、私マヒナさんもあるし、ヤムさんもあるし、おい、おい。まあそこはね、まあね、うんうん、マヒフォニャ。え、でもそういうのはあるかも、うん、ね、そういうところは、うん、ありますね。え、てか普通にそれでお願いしますって言うね、逆にお願いします、うん、選抜のフェスとかなったら、うん、タラピタでお願いします、うん、って言っとる。でもなんか最近もう勝手にそうなってるよ、うん、そうなってる。言わんでも最近はそうなってる。ここだよねみたいな、うん、なってます最近は。そうね。これ足りるかな、マジで。生地、うん、足りてくれ。ほら、こんなのカスカスよ。ほんまや、もう粉がないぞ。カスカス、粉がないんだよ。なんか来とったっけ、うんうん、これ下からね、うん、今ここまでやった。うんと、こいつ面倒だなと思えるところありますか。そういうのもないよね、うん、ない。やる。え、ないよ、ないよ、ない。そう、ない。別にない。はい、うん、よし。
今のところ一番美味しい具はどれですか。だってえでも割と全部美味しい、うん、外れるものってない、なんかいろいろ事前に調べたけど挑戦的なやつ買ってないもんね。そう納豆とかよ。そう納豆納豆は嫌いないよ。あネバネバ NG なんで。あそうやね。そうネバネバ NG。 他は、うん、仲良くなったきっかけとか多いですね。まだ知らんの逆に。うんその何年経った。まだ知らんの。結構何百回話したよね。うん公演の MC とかでも言っとるし。うん確かにきっと言ってますよ。好きな動物とかって犬やそうこれはね来る時に話したけど犬やろ。犬しか飼たん。そう犬以外お互い犬飼っとる。えトイプ、うん、一緒一緒かわいい。一緒です。お互いトイプ飼ってます。2匹2匹サーモン2匹お全部一緒や。白と何やったっけ。ブラウンブラウン。ふぅあいつはあれレッドと黒なんですけど。黒ああ真っ暗白かわいいよな。今度家行くね。来てセラピンチの真っ白の犬マジかわいい。そう真っ白ブラウン見たことない。嘘見たことない。ボリャーンと秘密な出来事ありましたね。どういうこと。2人だけの秘密な出来事別にないよね。秘密な出来事自由でないよ。あれ止まっとるやん。やばい。いつから分からん。あと 10% しかないやんて。あサラピのあと 10% え、これさやばい、うん、これって早い。うん早い。下うん上抜いていいかも。 OK 多分充電さします。いつから止まっとったやん。気づかんかった。ごめんねんご。上ね。上。よいしょ。オッケーだと思う。一回止まります。あれ？育ってないわ。なんで？ああ！